マジでやってらんねえよ。本当にふざけんじゃねえよ。なんだよ、どういうことだよ。テンポバット2連発ってマジブチ切れそうになったよ。本当ね、テンポがね、配達員にバットしない方がいいですよ。なんでかっていうとね、配達員ね、どの店でバット食らったかって大体想像がつくのよ。あのね、配達員ってね、一個人だから、あなたたちのね、バットつけたね、お店のあなたたちのね、あの評価とかね、いろんなとこに書き込めるんだよ。しかもね、そのバットって配達員にとってどう思うかってあなたたち考えたことないでしょ。バットがかさんだらね、あのいずれだよ、アカウント停止になったりするわけよ。でもね、あんた1個ぐらいのバットじゃね、アカウント停止にならない。なん、どう思うかって、お前何クソって、ふざけんじゃねえよって、こう思うね。前ね、ニュースであったでしょ、 100% の人が 99% となって、その 99% にした人ね、特定して、それで家凸したって話あったじゃん。家凸だったらまだ分かりやすいよ、逮捕できるしね、不法侵入だし分かるよ。でもあんたね、世の中そんな分かりやすくないから、あのね、配達員はね、いろんなね、もう持ってるからね、あなたたちのね、批判をね、評判をね、下げることはね、できる。店舗の人、バットつけるのやめなって。バットしたってね、配達員変わらないから。今日はね、この、もともと昨日だよ。昨日ね、93%、まあ、恥ずかしながら高くないの。93% だった。でね、たった1日 90% うち業者が2バット。ほんとなめんじゃねえよ。あのね、こことここって分かってんだからな、おい。まあでもね、ほんと 99% にされたからって家に凸した人のね、気持ちがね、一瞬分かったよ。まあちょっと落ち着いて考えてね、まあ家凸したいね、例えば、まあ、食べログとかのね、評価を書いたり、 Google マップの評価を書いたり、いろんなとこにね、悪評を書いたりすることはできるよ。でもちょっと冷静に考えてね、まあ、自分も少し直せるところは直そうかなと思って。で、一つ僕らが改善できるところとしたら、もちろんね、マナー的なところもそうだよ。そうだけども、一番改善できるところって何かって言ったら、ピックアップした時にバットとグッドをつけれるボタンがあるんですよ。で、そこ僕ね、全店舗グッドつけようと思ってます。実はね、あるお店でそのタブレット、もしくはその端末、管理者側のものって見せてもらったんですよ。いろいろ教えてもらいました。そしたらね、どの配達がね、グッドって配達員がつけたかって分かるシステムになってるんですよ。たらね、お店側もね、じゃあこの人にも、じゃあグッドしてあげようというふうに感じることがあるというふうにおっしゃってました。なんでね、少なくとも私はちょっとね、グッドボタンをつけていきたいなというふうに思いました。そうすればね、少しずつこの話が広がってくれればね、まあ、あまりね、下がらずに済むのかなと思いました。まあね、改善点はもっといろいろあるんだけど、まず一つとして一番簡単なこととしては、店舗のグッドをつけてあげようかなというふうに感じました。もうあんまり喋るとイライラするから、以上。